さあ今日はマタイの12章、はい、イエス様が、はい、奇跡の技を行いました、はい、悪霊に仕える、そして目が不自由であり、そしてまた口が、はい、自由、言葉が不自由な方、はい、その方を癒したわけです、うん、癒したわけです、うん、癒した結果、はい、何が起こったか、はい、人々はこれは、ね、ダビデの子、はい、メシアじゃないかと多くの人は言ったわけですけれども、ただこれを聞いたパリサイ人はこう言ったんです。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力、ベルゼブルというのは灰の王様、はい、飛んでる灰ですね、灰の王様という意味ですけれども、実はサタンのことなんです、うん、この人はイエス様はただ悪霊どもの頭、すなわちサタンの力で悪霊どもを追い出しているだけですよとこう言ったわけです、うん、それに対してイエス様は、うん、はい、ね、悪霊が、悪魔が悪霊を追い出していくということをするならば、悪魔の国というものは成り立たないんだよと、うん、ね、そんなことは理屈に合わないぞということを言ったわけです、うん、そして、はい、良い木は良い実を結び、はい、悪い木は悪い実を結ぶんだ、ね、はい、良い実を今私が結んでいる、はい、結ばれている、はい、その働き、はい、その働きは聖霊によるこれは働きなんだと、うん、ね、悪霊が追い出され、ね、目が自由になり、ね、口が自由になった、ね、その素晴らしい技、それを悪魔の技、悪魔の技ということはどういうことだ、うん、悪い気から良い実がなるというようなことはあるのかということで、はい、イエス様は、はい、彼らに反論をされたわけです、はい、さあ今日はその34節、マムシの末たちとこう言ってる、誰のことを言ってるかというとパリサイ人のことを言う。パリサイ人っていうのは誰かというと、はい、すなわち宗教家で最も熱心なグループでしょう、パリサイ派、うん、言葉を変えると清め派なんですよ。この教会も清め派の教会に属しておりますけどね、メソジスト清め、はい、このパリサイ人たちは清め派なんですけれども、どういう清め派かというと、はい、旧約の律法、モーセの律法を、はい、人間的な考え方で安息日の律法なら安息日の律法を、はい、自分たちの考えで変えてしまった、あるいは水で薄めてしまうということをやったわけです。神の言葉を、はい、作り変えてしまったわけです。モーセの律法で5番目は何かというと、これは人間に対する第一のものですね。両親、父母を敬いなさいというこの律法なの。これもパリサイ人たちは、はい、変えてしまったの、ねね、彼らを、ね、お父さんお母さんを敬う必要はない、うん、すなわちお父さんお母さんのために、ね、なす親孝行の技、それはもう捧げ物によってなされましたというようなことをですね、意味を付け加えて、ね、空っぽの中身のないものにしてしまったと、イエス様はそれを指摘しております。ですからイエス様は何と言ったか、マムシの末たち、マムシっていうのはすなわちこの悪魔です、うん、はい、バプテスマのヨハネもパリサイ人たちが洗礼を受けようとしていた時に何言ったか、はい、はい、マムシの末たちとこう言った、うん、悪魔の末たち、悪魔って何でしょうか、うん、悪魔の第一の彼がやった仕事、人間を誘惑した仕事は神の言葉を変えてしまった、うん、神の言葉を変えてしまった、うん、本当の神の言葉を信じさせなくしてしまった、ね、神様はこのエデンの園にある木の実を全て食べてはいけないと本当に言ったんですか、エヴァさんよとこう聞いてきたんだ。全然言ってもいないのに、そう正反対のことを言ってんの。ですから神のことを変えたわけですよ、うん、正反対のものにした。
ですからマムシの末だとこう。パリサイ人も、はい、言葉を変えるということをしているから、うん、もちろん聖書の言葉は解釈する、ね、人間の私たちの理性判断力で、はいね、解釈する必要がありますけれども、はい、ペテロが言っているように聖書の言葉を、ね、無理やり解釈してはいけませんよと言って、聖霊様の助けによって、はい、あるいは指導者の助けによって、はい、それは正しく、ね、神様の御心を、ね、解釈する必要があるわけです。マムシのせい、お前たち悪いものにと、どうして良いことが言えましょうと、お前たち悪いものにどうしては良いことが言えましょうと。いや、イエス様大変なこと言うんだなと私も思うんで、皆さんもそう思うでしょう。パリサイ人はとにかく最も立派なね宗教家なんですよ。その人たちに向かってマムシの末だとこう言って、なぜかというと、それは神の言葉を変えるからな。やってることは素晴らしい、ね、熱心な宗教なんで信仰の働きなんだけども、神のことを変えるということをしちゃいけない、うん、そして聖霊の技を、はい、悪魔の技とこう言ってるわけですから、うん、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう、うん、悪い者たちにどうして良いことが言えましょうとこう言ってる、ね、良い木は良い実を結ぶと、ね、悪い気は悪い実を結ぶと、うん、お前たち悪いものにどうして良いことが言えるかとこう言ってる。悪者は良いことが言えないんです。簡単に言えば悪いものっていうのは、ね、神を信じていないものなんです、うん、神のことを信じていないものなんです、ね、イエス様によって罪許されていないものなんです。神を信じないもの、キリストの救いを拒んでいるもの、どうして良いことが言えるかとこう言います。いや、信じていなくたって立派なこと言う人はね、いますしね、ここまで言えるかなとこう思うわけですけど、はい、次に、心に満ちていることを口が話すのですとイエス様おっしゃる。人間の言葉というのは何か、心に満ちていることを口が話すんですよと。心に満ちていることを口が話す。昨日私は携帯で電話をしました。今日、ね、うちの、はい、ちびっこ野球のメンバーたちは大津町に行って、そこで昨日2試合、今日2試合野球やってるもんですから、その、はい、監督の奥さんと、はい、副会長さんに、これも女性ですが、携帯電話をしたわけです、うん、ご苦労様、ね、気をつけて行ってくださいよ、ねという、ね連絡をしました。はい、やっております、ね、遅くなってすいませんという連絡をして今やっておるでしょう、はい、彼らも別に、ね、イエス様を信じている人ではない、うん、だけど自分の子供のために一生懸命、ね、何とか子供を、ね、良い人間にしようと、ね、立派な野球少年にしようとこうしているわけです、うん、心に満ちていることを口が話す、うん、何が心に満ちているか、はい、自分の子供が、はい、何とか勝てるようにと、うん、はい、そしてまた良い中学校に行っても優秀な、ね、この学生になれるようにということを、ね、思っている、思っているもんだから、はい、私がその働きに協力してるから、ね、牧師さん来てくださって応援してくださって勝てるんですっつってね、まあ、喜んでおってくださるわけですけど、ね、これは別に罪のことを話してるわけではないんですけども、自分の、はい、この欲望、自分の願いを、はい、叶えてくださる人に、まあ、教会に、はい、感謝をしておるわけです。教会の器に、良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです、はい、良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです、はい、ですから、はい、
良い人は良いくらい自分の心の中から良いもの、すなわち良い言葉を取り出す、うん、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出す、うん、どういう、はい、ね、言葉を取り出すか、うん、いろんな希望の言葉を取り出したり、ね、はい、感謝の言葉も出てくるわけですけれども、はい、神に対する感謝、うん、この人生に対する感謝、また一つ一つのこの出来事に対する感謝、はい、これが今、ね、私たちのリバイバルの土台の働きになっているの。全てを感謝して、ね、神様の言葉に聞き従って歩んでいきましょう。良きも悪しきも感謝していきましょう、うん、はい、これをやってきたんだ。成功も失敗も感謝していきましょう、はい、その時に神を愛する者、すなわち御旨によって召された者のためには全てのことが相働いて益となると、はい、その感謝の言葉を、はい、発するように導かれておる、うん、これもしかしながら、ね、なかなか皆さん、ね、実践してみるとお分かりでしょうけど、感謝、全てを感謝するってことはそう簡単な出来事ではない。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません、うん、さあ神様の裁きの日、最後の審判、あるいはキリストの審判、はいはい、神の審判が、はい、このイエス様の再臨の直後、はい、またこの世界が滅びた直後、はい、裁きがあるんだということを、はい、言っております。またイエス様を今、ね、述べ伝えておるそのキリストの言葉を信じない時にどうなるか、はい、すでにその人は裁かれていますよということを言っている。どういう裁きですか、はい、すなわち光の中に入ってこようとしないで暗闇の中、神様の聖霊様の支配のないところを歩むということ、これがもうすでに裁かれている姿なんですよとこう言っている。その裁きの日には言い開きをしなければなりません、はい、神様になぜあなたは、ね、こういうことをしたのか、なぜあなたはこういうことを言ったのかという言葉を、ね、聞かれると、ね、それが裁判の材料なの。ですから私たちは、はい、クリスチャンであっても、はい、ね、呪いの言葉を言うことがあるわけです。つぶやくことを言う人があるわけです。否定的なことを言うことがあるわけです。ですから、ね、日々私たちは感謝とともにまた悔い改めもしていかなくちゃならないということをどうぞ覚えていただきたいと思います。感謝はするんです、はい、全てを感謝するようにもなっていますけれども、それが上っ面だけの感謝であっても、まあ、感謝を捧げる、うん、だけども、ね、明らかにこれはね、罪の告白だな、ね、言葉だなと思うものに対して、はい、これは悔い改めなくてはいけない。へんてこな私を責める電話がかかってきた、うん、ああ神様、あの出来事も、ね、感謝でした、こういうのね、詩編の119編の72節、苦しみになったことは私たちは私にとっては幸いでした、これによって私は神の掟を学ぶことができました、うん、確かにそうなんです、ね、こういうまた苦しみ、ね、預言者や祭司やクリスチャンの立場に立った、ね、ものが、ね、戦いをしなくちゃならない苦しみ、はい、苦しみの家に私たちはイエス様を知り、十字架を知り、復活を知り、また、ね、聖霊様に満たされて、ヨハネさんのように聖霊に満たされて神の言葉を語る、うん、私は神の声ですよとバプテスマのヨハネが言いましたけれども、はい、私たちは、ね、神の声になることを神様は願っているということなんです、ね、あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです、と言って、神様の裁きは、はい、その言葉であり、もう一つはもちろんその、はい、行いによると、
はい、2つのものが、その言葉とその行いが、ね、裁かれるとこう言ってるわけです。ですから私たちは日々、ね、悔い改める必要があるし、ね、イエスも死んだからもう、ね、罪許されているからいいんだという思う、ね、そういう、ね、捉え方の人もいますけれども、いや、ね、イエスも死んではいるけれども、はい、犯してしまった罪のそれを悔い改める必要があるんだよとも言う必要がある、うん、ですから私も今は、はい、その立場に立っておりますけれども、どうぞ、はい、その言葉において、うん、はい、そのまた思いにおいてもそうでしょう、うん、思いにおいてもどういう、ね、他人の不幸を願う思いと、ね、他人の失敗を喜ぶ思い、はい、これが人間の普通の姿でしょう。これもですから悔い改めて、はい、それで聖霊に満たされて、はい、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くものになりなさいとポールは言ってますので、はい、また全ての人が自分より勝ったものだと思いなさいともパウロは言ってるわけですね。ローマ書にも出てるし、ピリピ書にも出てる。全ての人が自分に勝っていると思いなさい、ね、はい、ヒノキを救われた、ね、兄弟姉妹の方が自分より勝っているとこう思うということ、ね、それはなかなかね容易なことではない、うん、知識においてはね明らかに少ないと思われる人であってもね、全ての人を自分より勝っている人だと思いなさいとパウロ自らがそう言ってる、うん、だけどもちろん彼はね、ね、あらゆる知識を持っていると、うん、それも、ね、認めているでしょうけれども、ね、へりくだると、ね、自分はどんなに素晴らしい人間であるか、ね、素晴らしい恵みに預かっているとしても、はい、キリストの形に作り変えられているとしても、はい、自分は罪人の頭です、うん、誰よりも私は、ね、踊ったものですよということをまたパウロは告白しておりますので、またその姿勢が必要であり、はい、パリサイ人がその正反対の立場を取ったわけですけれども、このどうぞ、はい、良い蔵から良いものを取り出す、はい、というこの歩みを、はい、させていただきたいな。神様は、はい、私たちが、はい、その言葉において、はい、行いにおいて、はい、神を愛し教会を愛し、はい、隣人の一人一人を愛する、ね、愛に満たされていく必要がある、うん、カトリックの人たちを私たちも尊敬する必要があるだろうし、ね、ギリシャ正教の人たちを私たちも尊敬する必要があるだろうし、はい、プロテスタントの他のグループの人たちを尊敬する必要があるだろうし、ね、自分の後輩を、ね、尊敬する必要があるだろうし、そのような、はい、良い蔵、はい、すなわち、はい、バプテスマのヨハネのように、はい、パウロのように、はい、聖霊が、ね、計りなく、ね、聖霊を、ね、注いでくださるので神の言葉を語ることができるんですよとパウロは言っておりますけれども、はい、そのようにどうぞ日々、ね、聖霊様に私が満たされますように、私を満たしてくださいと祈りつつ、ね、生活をしていただきたいなとこういうふうに思います、はい、ということで以上にします。それではご起立ください。
で癒しのためにお祈りいたします。天のお父様ありがとうございます。あなたの御言葉を感謝します。どうぞ我らが日々聖霊に満たされ、愛に満たされ、信仰に満たされ、また感謝に満たされた言葉を語り、またあなたの技を行うことができますよう助けてください。信仰の霊イエス何をともに縛る、傲慢巧みの霊イエス何をともに縛る、占いの霊、予言を阻む霊、偽りの霊イエス何をともに縛る。聖霊様どうぞ今お一人人の魂に触れ、また肉体に触れてください。お願いをいたします。イエスキリストの打たれた傷によってあなた方は癒された。イエス様の打たれた傷によってあなた方は癒された。聖霊様感謝をいたします。お一人人のどうぞ肉体に、また魂に、あなたが今どうぞ触れ、どうぞ聖霊の満たしを与え、またどうぞ一つ一つの、どうぞ神様弱っているところ、病んでいるところに、あなたの栄光が豊かに表されますように助けてください。お願いをいたします。兄弟姉妹を愛する愛に満たされますように、またこの世のあなたを知らない方々に福音を届け、また愛の言葉を語ることができますように助けてください。お願いを申し上げます。聖霊がどうぞお一人人のまた病んでるところにも大いなる御業がなされますように、またインターネット礼拝のどうぞ器たちのお一人人にも覚えてください。その家庭の中にあなたが豊かに働いてください。その職場の中に豊かに働いてください。お願いをいたします。子供さんたちの中に豊かに働いてくださいますように、お願いをいたします。魂の癒しと解放の御業がなされますように、どうぞ聖霊をお一人人を豊かに祝し清めてください。お願いいたします。不信仰を許し清めてくださいますよう、傲慢高ぶりを打ち砕いてくださいますように、お願いをいたします。あなたを褒めたたえます。御父を感謝いたします。愛するイエス様の皆によって真に感謝をして祝福します。アーメン。それでは聖霊祝とこれを歌います。賛美歌の7番。イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しいを交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちと共に、今も後も限りなくあらんこと。アーメン。機関士が来ましたので、どうぞそれを用いてください。ご自由に用いてください。機関士は私も3階にありますか、ね、こちら聖戦士のことですか。聖戦士、先週も持ってきてください、はい、今週はそこに書いてあるイスラエル派遣ヨシコ牧師が一昨年と続いておりますが、はい、主の十字架のメンバーたちともにイスラエルに、はい、を訪問して、はい、そこで礼拝を集会を祈りの時を、はい、またメシアニックの銃、はい、ウクライナから帰った、この兄弟姉妹たちの教会、はい、ハイファというこの工業都市がありますが、そこの兄弟姉妹たちと礼拝を共にします。いろんな行事がそこに後ろに貼ってあると思いますが、覚えてお祈りいただけたら感謝でございます、はい、ということで吉久牧師は花巻は、はい、兄弟姉妹たちが礼拝を守るということになります。あと何か案内がありましたでしょうか、ね、
午後は1時45分から英語礼拝が、はい、1時間15分、20分、はい、持たれております。あと、朝、今年のクリスマス会、祝会の話を二重伝道師はしておりましたが、はい、ちょっと皆さんも聞いておいてほしいと思います。25日の日曜日ではなくて、18日ですか、はい、その午後、お昼にやったらどうかということが、はい、出ておりますので、はい、できるだけ多くの人が出ていただきたいと思っております、はい、子どもたちはいつもの通り、はい、天皇誕生日ですか、昭和天皇誕生日、でしょうかね、昭和じゃなくて、平成、はい、平成のね、平成の、はい、天皇の誕生日、23日でしたね、23日、はい、その日に、はい、ジャイアンツの子供、その父兄たち、はい、他の子供たちは、はい、その日にやりたいと思っております。それではそれぐらいにしましょう、はいはい、今日もこうして、はい、全国、はい、世界各地に、はい、この